こんにちは。本店を企画しました宮田哲也と申します。よろしくお願いいたします。現在、疫病の問題で、いろいろな職業の方々が苦しんでいます。それは当然美術業界も同様でございます。しかしそのような苦しみというものは今始まったものではなく、実は日本では世界でも多く苦しみがありました。もちろん戦争のことであったり何であったりします。幸せな時代というのはそうはやってきません。その中でずっと戦い続けてきたアーティストがこの中小でありながらも文化論を唱えられる楠本さん、そして展覧会緊急事態の中でも盛んに展示を行っていたのが山中さん、そして宮田さん、この3社は20歳ずつぐらい年が違うんですね。しかしその中でも関係なく美術を通して世に訴えていく、我々はもっと頑張れるんだ、自由でいけるんだ、そのようなことを多くの人に見ていただきたいと思って展覧会を企画しました。ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。楠本正明です。あなたの見たものはあなたの見たものである。フランク・ステラーの有名な言葉ですけど、ですからあんまり僕は言うことない。すいません。出品作家の宮田義弘です。僕は風景と記憶というものをテーマに制作を続けています。このコロナ禍が始まってから、より一層強く意識して制作してきたことは、実物、現物を見るということです。会場に足を運んでいただいて、この空間でしか感じ、取れないもの、見えないもの、それは僕自身もそうですし、お客様にとっても感じ取れない、その会場でしか感じ取れないものを感じ取っていただく、そういうような体験的な作品をより一層強く描いていきたいと思い、制作を続けています。はい、出品作家の山中信明です。今回声をかけていただいて出品させていただきましたが、コロナ期ということで、私の場合にはコロナと戦うとかコロナから逃げるということよりも、今まで通りに制作をし発表し続けたいという気持ちでやってきました。佐野元春が、危機感というよりは危機感は持っているがずっと持ち続けてきたということを言ってましたので、私も同じような気持ちでコロナだけに限らず常に危機感を持ちながら表現をしていきたいと思っています。で、今回は、他のお二人の先生方が、色がある作品でしたので、今回はドローイング的なモノクロの世界を自分の中で作品を選んできました。また見ていただけたらありがたいです。